お前が対局開始どうもです。お願いいたしますということで今日も将棋ボードやっていきましょうで焦点7二銀はちょっと見たことないし18連,18連勝中ということで、えー、と気を取り直してさしていければと思いますこれさもう逆にこれ原始棒銀やったろうかなさすがに無理かということで普通にやっていこうと思います 角これこれ交換できたらまあいいやそれはまあ,まあまあ置いといてとりあえずまあ一歩交換してみましょうちょっとこれはなんていう点検になるのかよくわからないですがどっちのボギンが早いか相手の方が早い相手の方が早いこれ今はこれ3四歩突かれたら受けにくかったんじゃないかなろく六くしかなかったんじゃないかなということでこれは一旦受けるしかないですね でこういう将棋はさしたくないんですがちょっとどうしようこれえっ、ー、とまあなくてさなんて3三桂って跳ねてくるんですかね。普通でしたねこれは一応棒銀がいけるかいけないかい、まあ、けないだろうな5と3五角もあるし、まあ、3五角は、えー、5六飛車で一応受かるんですけどうんこれはもう王様は確実に左にいくしかない感じですかどっちにも行きたくないやつ。 すまあ上がってきますかで次に、えっと、2四歩合わせていければなって思うけど2四歩打つと1五角もしくは3五角があるから一旦ここで引いときますか。2> 2で次に2四歩からっていうのとあと5 2> 2六角もありますかね。5六角から3四の歩を狙っていく感じですかね。これは取ってみたい。 これは取ってみたい取って5五角を打ちたいけどどうなんだろうかで、符合わせて角打って同銀同歩同銀同銀に5五角を打っていきますかでこれ取ると普通に収まっておしまいだからここで角打ってみたいですねで、えっと、強者ケーキを拾っていってどうかっていう将棋になるんですかね 2> 1 2 3 でもこれはもうこっち取るしかないのででまあ銀を受けてくるために、まあ、2三歩とかそうですね打ってくるんですけどそこで 2> 2桂馬を拾っといて次に2七香とか打ってくるんですかねこの桂がちょっと気になる 2> 2で一応もう上がって、えっと、8八角は打たれちゃうけどってところですかどうなんだろうな1二桂馬拾ってる場合じゃない香一応香打ってみたいさ。 香を打ってまああのポン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 とやっといてどうなるかここで 2> 2 3えっとここで取るのは六。6同歩同歩で同飛車の局面がえっと二三銀って打つんですかね三。2> 2分かんないまあ香粒手に対しては一四飛車があるのでまあ二三銀って打つしかないと思うんですけどそこで、えっと、2> 2金を取っていければいいけどいけそうにないかな。 とというこで次に、まあ、2四歩とか打っていければいいんじゃないかなっていうところで 2> 1二三これは取りますねこれは取りますね取るしかない飛車、えー、取りに当たってるのでね同銀でこれで下車っっとくと4四角がある三 <3, 4, S 1> っていうことなんで 5, ちょっとまだ分かんない6 7, 8, 分かんない一回香あ分かんなかったまあまあとりあえずえっ、ー、と3四桂を狙ってますで日打ちに対してはこれでえっと1四を これはえと一応2に歩打つうと2三強打たれちゃうので,でこれで歩たたくんですかもう一回香打たれんじゃねえかあ分かんなかったこれ延々と歩が打てないんですけどどうしようんかうまいことやられてる気がするこれは一応えっと3八3八金を。 まあ五一落ちれば3八金って打つしかないですね。一、二、三、四、えっと,えっとこれはもう打つかも分からん <laughs> ちょっとなんか攻め方がひどいな俺のあっいっぱいやっべえや五、六、えあこれやっちゃったやっちゃったこれやってしまった感がものすごいありますね。二、三、四。 やってしまった感が、これダメだ。七、八、これダメだ。ダメだ。三個振人で同玉ってやられますねこれ。同玉ってやられるので、そこなんとかなんとかしなきゃいけないんですが、一発金打っていますか。ちょっとこれちょっとせめせめが細すぎる。細すぎる。で同玉がちょっときついですね。六。 まあ、取るししかないでしょうでそこで同玉ってやられて風突いたら引かれて風突いたら。いやー厳しいなこれ。まあ同玉、まあ、引かれても分かんないですけど同玉ってやられて飛車回ると。2 3 4これ三人金が邪魔でなれないんですけど。<laughs> 1 3二金が邪魔3 3 2金が邪魔くさい678一発打っといて同玉同玉で3四飛車って浮くと3四飛車って浮くとというわけでありがとうございましたということで仮想戦に移りたいと思います。 おかしいおかしい今のはおかしい最後のところおかしいぞえっと同玉に3四ちゃって浮くともう一回2五玉と引かれておいてで、まあ、3三金って引くんですけど、まあ、そこで3五歩とか打たれといてんそうすると3七桂があるかあこれすごい使いたいぞこれすごい棋士に使って確かめたいけど 多分寄ってないですよね。同玉まあ、同玉しかないとは思うんですよ。で、34。飛車って浮いといて。で、銀取りなんで。えっと25銀とかやってくる。手に対しては2。えっと27不動27不動玉。で、笹日なりぐらいであいけそう。<laughs> ちょっとわかんないけど。なんか正確にやられたら負けそうな気がしますね。 同玉、えー、と3四飛に3五銀打つってやるんですか。そうしとけば多分大丈夫ですね。うん、ってことなんで、えー、と問題としてはここのここら辺ですよね。ここら辺でうまくできなかったのがちょっと敗因かなっていうところで、えーとーまあ、2二銀って打つんですか。で同香同,、えー、同王に同飛車り 桂が残るのでその方が良かったですねそうやってやるべきでしたねんかなんで俺こんなとこ振ったんだろうそっか2二銀ですね2二銀って打っといてで2三強だったら2四歩でで2二強だったら2三歩成同えっ、ー、と2二強だったらえっ、ー、と3四桂から2二取っといてで2四も取れるよっていう感じですねこれ2二銀でしたねちょ,っとひちょっとひどかったですねで一応この局面自体は こっちがいいのかなっていうふうには思うんですけどまあまあこれはえっと金とのが普通ですねで同銀の局面でこれどうしていくかえっ、ー、と2二左は4四角って打たれといて続かないまあそこでえっと1二竜って寄るのは1 1強って打たれて飛車が詰んでしまうのでダメってことでで、ね、くえっと下になって角打って飛車引くのも強打たれといてまあ8えっと2一強とかですね打たれといてちょっと厳しい。 まあでででもそれでやるべきでしたかえっと、2二になって4四角に2五竜って引いといてえっと2一強だったらそこで2四歩って打っときますかそういう将棋ですかでも今日桂馬拾われちゃうしなこっちも結構急かされてる感はあるんですけどあでもこの桂打ちはなんか普通打ちゃ普通ですよねで日打たれてでここで2二強って打つと2三強ってかぶせられ上から打たれて困る。 っていうことなんで、まあ、単純にここで桂馬跳ねちゃうんですかね。跳ねて桂成かあそっかそかでえっか三四桂で5一玉だったら2二桂成ってやるべきでしたかそうですねそうやってやった方が良かったですかねうんあそっかそっかそ,それでよかったですね何を間違えたのか,か勘違いしたのか、うん、そうですねそう,そうかそうかそうかうん。 そうですね、いここで2二歩ってうとど,うどうと思ったんですけどその瞬間に2四強って打たれてしまうとまた歩が歩がないし歩があっても2歩になるのでダメだったというところでちょっとここで間違えちゃった感がありますねでここで3四桂って跳ねて3三玉だったら、まあ、2二銀とか打ってもいいんじゃないかで王様上に逃げてきて強を拾って今度は3六強がかなりかなりいったそうですもんねなるほどきてな感じですね はい、ということでなんか相手の18連勝がここで止まってしまったんですが最後の局面やっぱりこっちが悪いとは思うんですがいかがでしょうか、はい、<laughs> っていうところですね。はい、というわけで、えっと、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。えっと、また Twitter もフォローしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで失礼いたします。バイバイ。